県営大宮公園球場第1試合は浦和対 D シード立教新座の2回戦です。立教新座は3回裏、ヒットとフォアボールなどでノーアウト3塁2塁と先制のチャンスを作ります。しかし後続がショートライナー、ファーストライナー、センターフライと相次いで打ち取られ、立教新座この絶好の先制チャンスを逃します。対する浦和も2回と4回にヒットのランナーを出すものの、立教新座の堅い守りに阻まれ得点に結びつけることができません。試合が動いたのは立教新座5回裏の攻撃。先頭の9番三好がセンター前ヒットで出塁します。2アウト後、3番藤本はショートゴロ。これが相手のエラーを誘い、2アウト1塁3塁とチャンスを広げます。ここでバッターは4番田島。田島はレフト前へタイムリーを放ち、立教新座1点を先制します。なおもチャンスは続き、ワイルドピッチで2アウト2塁3塁とします。ここで5番木下。木下の打球は三遊間へ。三塁ランナー、そして二塁ランナーも一気にホームをつき、2点を追加。立教新座、この回3点を奪います。なんとか追いつきたい浦和は7回表、この回先頭の4番川野がレフト前ヒットで出塁します。続く5番矢作はきっちりと送り、ランナーを進めます。しかし後続が打ち取られ、浦和得点を奪うことができません。一方、立教新座は8回裏にワイルドピッチで1点を追加。試合はこのまま D シードの立教新座が4対0の完封で浦和を破り、3回戦へ進出しました。